ちゃ俺今燃えてるよ。燃えたな今のは。珍しく珍しく期待だよな。じゃあちょっと任せて。さっきまで不甲斐なさすぎたからもう不甲斐やばいぞ。それ武器なし。ナイス。ああナイス。このローバー。ああごめんローバー落ちたわ。ナイスナイス。下下武器持ってないこのローバー。ナイス。ナイスナイス。ナイス。ナイス。いいね。ナイス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 。はい。ちょいノック。おナイスナイスナイス。ナイス。あ、ウルタ。待った待ったそいつ。ナイス。ナイス。光ってる。入ってないからあれ。手前のやつ狙おう。待ってなんかおる。後ろだ。待ってる。ベースのクロック。ナイス。ナイス。やだっしゃ。オッケー。浜根こいつ一人やな今。オッケー一人ノックナイス。ミラージここミラージかよ。待ってます。ショーロー。一人やり。ナイス。ちょっと俺アーマー着替えるわ。あ、上に。やば。あれやな。ミラージュ。来るな。こっち置く。一旦かっきるね。ナイス。今巻いてるわ。普通ノック取ってる。あ、ごめんこれもう見て。ノックノック。そいつノック。あ、ここにもいるわ。とりあえずキル入れた。オッケー。ナイス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 。マジナイス。オッケー。ナイス。マジナイス。うまいうまい。いい連携やったな。でももういないわ。え嘘。あやばい。いるいる隠れてた。コースくやった。待って痛っ。寄ってきてるの。あ待って落ちちゃった。やば。はい。ヤンさんちょっと引いとるでな俺。いやー申し訳ねえ。キュウイ引けそう？攻めてきてる。オッケーオッケーオッケー。引き込まれてるよ。くーマジか。いや回復が。お。いや3人や。申し訳ねえ、マジ。一回完全僕オーダーでもう行く行くっていう時になったら行く感じ一回だけやってみよう。オッケー。ついてるのはもう2ミリぐらいの距離で。すっげえ無理やろ、奥体で。あ、待って、ここいる？もう近い？もう奥ターン。これ多分やれる。やったやったやった。ナイス。かっきりとどうしよう。あーちょっと待って、上にもいる。あいつらうせえ上。あーやばい、なんかベッチこれ。うん参拝、あ俺ら合わせた参拝。これ一回向こう引くきつくね。オッケー。うん弾もなんもねえ。向こうだね。怖
ないこれ。危ない。え、なんかいるんやけど目の前に。割り割り長老。なんだこれ。ナイスナイスナイス。あと一人。ナイス。こっちだ。待ってる待ってる。あ、すごくナイス。ナイス。こいつ金や。あ、でもあんた。はい。ぜマジかよ。あれ怖いな。おっと。ちょっと待って、俺やばいかも、落ちるかも。大丈夫大丈夫。アーマーがね。なんか別とやり合ってる。マジ？了解。あ、アクサで割れた。ジムロック。ナイス。とりあえずかっきるだけ入れといた。一人ロック。撃破。ナイス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 。これは別やな。あいつ一人いるんや。多分あそこにいるのは一人。あー後ろ後ろ。オッケーオッケー。あやべ、弾が切れた。6発しかない。こいつスローね。オッケー。割ってるわローバー。ライト。なんか。やばいかも俺。やったやったやった。ナイス。すぐまだ俺からだ。やべ。チキ。ローバノック。ローバノックです。ガス食らってる。次次。のあチャオロサクセ。ナイス。左。待ってきてる待ってきてる。俺させない。ごめん。いやー申し訳ない。くそ。じゃあこっち行くわ。これはあるんじゃない。ないか。来い、クレバー。クレバー。全知全能の神、クレバー。はーい。そうじゃねえんだよね。もう回復ねえんだよな。回復ないの。うん。どうしようか。見えてるこれ。うわあ！なんで？ふざけろし！来ましたね。お疲れ様です。チャンピオン取った？もしかして？あ、取りましたか？お疲れ様でーす。お疲れ様です。俺やで。じゃあ俺らから先に言った方がいいか今回は。そうね。うん。言ったってください大将。言ったってください。誰なんだ大将。それはもう一人しかしてなかった。俺が対応。29ポイント。はあ。はあ。合計？かかってこいよ。合計。その煽りやばいやろ。かかってこいよ。その煽り最上級や。煽るね。煽るね女神。そちらはどうですか？やってください女神さん。こちらのチーム40ポイントイエーイ。合計イエーイ。え、合計 40? 合計あんまり上がってないです。え、で、チュー言ったらよ、あれあの提案したらよ。いや、まあまあお互いちょっとまあそろそろまあ仲もね良くなってきてねっていう感じなんで、2時半にしませんか。2時半。だからもともと1時半やったから1時間伸ばしませんかって。あ、オッケーっす。いいよ。いいんですか。まあ、女神は大丈夫。大丈夫。ちなみに勝つ気ないかな。でも兵長さんやっぱこう敵とこんなに喋るってのはどうかなってね。もうちょっとすぐ始めましょうよ。ま
まあもう要求取ったから話すこともないっすね。うざ今この要求を通したことを自分の首を絞めたと思ってください。たとえそこに見えない壁があって、僕らの明日を阻んだとしても、僕らは生きる。